今日使ってるのはね、これ前やったでしょ、フェンダーのね、オーバードライブね。で、ミッドをね、ミッド調整と弦がね、今日はね、久々に、ギターね、今日はジムニーじゃないよ、ギター、あのね、お便りいただきましてね、最近ジムニー、買われてから YouTube のね、動画が、ジムニー三昧になってますけど、ギターはね最近弾かれないんですかね、っていうねお便りいただいたんですけど、ジムニーばっかりですね。本当にね、ギターファンの方にはね、実に、非常にね、申し訳ないなと思ってるんですけどね、ギターはね、ほぼ毎日、まあ、よっぽど仕事がね、詰まってない限りはね、ほとんど毎日弾いてますね。ただね、動画作ってないだけでね、なんかね、ギターメインでやってた時はね、それはそれで楽しいんだけど、なんか別に動画撮らずに、カメラ回さずにね、弾くのがやっぱ楽しいんですよね、ギターってね。どうしてもね、カメラの前で弾くとね、まあ適当に普段も弾いてんだけど、できるだけ間違いないようにしんといかんな。まあ自分の曲をやることが多いんだけど、まあできるだけね、間違いないようにってことでね、結構気使うんですよ、カメラの前でね、ギター弾くっていうのはね、まあ誰かと喋りながらやったりするならいいんだけど、一人でねカメラの前って結構緊張するんですよ。まあ
動画ね、ギターでやってられる方ならね、分かっていただけると思うんですけど、めちゃくちゃね、気使うんですよ。まあその点ね、車は結構なんか楽なんですよね、車の動画ってね。まあそのなんかね、つけたり直したりとかしてる、この撮影の位置はね結構気にするんだけど、撮影自体はね、そのギターほど疲れないんですよね。ギターはね、やっぱね、なんだかんだ言って疲れちゃうんですよね。で、まあ、ちょっとミスピッキングしたりとかね、たまにコピーの曲やったりするときに、まあ、面倒な方からね、メールいただいたりとかもね、まあ、今書き込めないからね、メールいただくんですよ。まあ、そういうのもね、結構鬱陶しいなと思ってね。まあ、細かい方ね、おられるんですよ。まあ、僕もその動画の中でね、その、この曲はこうやってやったらいいよっていうね、アドバイス的なことを言ってますからね、まあ、お気持ちはわかるんですけどね。ただ、前も言ったけど、その動画内でね、解説してるのは、まあ、説明してくださいとか、ここ、どうやってやったらいいですかっていう、メールをいただいてね、それに対して、まあ、ちゃんと回答した方がいいかなってことでやってるだけでね、普段は僕もそんな完全コピーなんか目指してませんからね、好きなようにやってますからね。まあそのやり取りがね、結構ギターの場合はね、面倒な方が多いんですよね。車はね、やっぱりこう、何て言うのかな、絶対人口みたいなのが多いでしょ、趣味としてね。だから車の楽しみ方は結構人それぞれでね、結構あれなんで、ギターって結構ストイックな人が多いんですよ、コピーするにしてもね。ヴィンテージのことについて語るにしてもね、結構面倒なんですよ。まあその辺があってちょっと疲れちゃったかなっていうのがあってね、でまあちょっとジムに逃げ込んだっていうのもね、あるですよね。ちゃったな、ゲットバックってどうだった。普段はね、こいつをね使ってることが多いんですよ。これはね、前も何回か説明しましたけどね、中学1年生の時にね買ったベースなんですけどね、もう中学1年生ですからね、13歳ぐらいですかね、これ買ったのね。だから47年使ってるんですけど、まあ元はベースですけどね、これ数年前にね、動画も前上げたんですけどね、スケール改造してね、ギターに、もう全然、もボディと一部のパーツが残ってるだけでね、まあ、ほとんどギターになっちゃう、ほとんどギターってもう完全ギターですけどね。でもこれを抱えてるのがもう40何年抱えてるっていうのは、ね、まあ、僕はバンド、高校生の時バンドやってた時はね、ベースいましたからね、僕はギターでしたからね。そいつもこれね、しばらく使ってもらってたんですけどね。
部屋のオブジェになってた期間がね結構長いんですけど、でもなんだかんだ言って45年以上ね付き合ってるギターですからね、これ大事なんですけどね。でね、こいつをね普段使ってるのはね、今繋いであるんだけど、これねボリューム絞ってアコギみたいにしてね使うことが多いですね。で、まあ一応構造はフルアコ構造なんだけど、まあちょっとねブロックを一部入れてねセミアコ構造にしてあるからね。ですね、こいつがね、これ今フロント、でねセンターがねちょっと粒立ちがいいでしょ。Thank you.
今日使ってるのはね、これ前やったでしょ、フェンダーのねオーバードライブね。で、ミッドをね、ミッド調整と原因はね絞ってね、アンプみたいにして使って、これいいですよ、プリアンプみたいでね。うん、まあがっつり歪ませるのもできるしね。僕は普段はほとんどもう、ミッドね、ミッド調整と原因はね絞っちゃって、クリーンな状態でね、うん、でレベルはね適当に歪ませるとね、ゲインちょっと上げてみる、これね歪むよ結構ね。どうすんな、こいつね、リアオンリーで鳴らないようにしてあるからね、こうセンターか、フロントだけなんで、フロントだとね、
はい、そんな感じでね、毎日こんな感じで適当にギターは弾いてます。うん、一日中ね、ジムに触ってるわけじゃないですよ。うん、ギターはね、ちゃんと。もう、自分の中のこの生活のね、一部ですからね、ギターはね。うん、ただ、申し訳ないけど、動画はね、作ってなかったんですけど、まあ、これからね、また、ジムニーがね、徐々にこう完成に近づいてますからね。で、まあ、これからね、寒くなってくるからね、なかなか外でジムニーいじるのもね、結構きつくなってくるからね。まあ、運転するのはいいんだけどね。うん、またね、徐々にね、年末に向けてね、ギターにね、徐々にシフトしてきますんでね。うん、で、ジムニーをやり始めてからね、新しくこう、ね、登録してもらった人とかなんかもね、ジムにはね続けてきますんでね、ギターとねこう上手にねこう並行してね両方できるようにね、うん、やってきますんでね。はい、そういうことで、今回は久々にねこんな感じでダラダラいつもギターは弾いてますというねお話でした。